自信あります。いやいや、もう私ももういけますが。僕は全然やってません。青のカードを全部入れ終わってラスト白のカードのトークが残ってる。どうも、トモハッピーです。吉田さん、アドバンテージ1号とリオタと山田です。はい、ということで今日もアドバンテージさんとのコラボです。お願いします。パチンやったとき、いたって言ったね。めちゃくちゃ痛い、全然音なんで。ありがとうございます、無理していただいてね。ということで今日も元気よくやっていくんですが、今日やっていくのは、はい、カード屋お仕事トライアスロン、イエーイ。おー、イエーイ。はい、トライアスロンということでね、3種目の競技をこう複合したレースを今日は行っていきます。で、どんな3種目かっていうと、カード屋のお仕事で頻繁に発生するパック開封、ソート、まあ、種類分けですね、はい、と、スリーブ入れ、やりますね、はい、こちらの3種類を今日はこちらのマジック・ザ・ザ・リング最新セットテーロス冠婚機を使って1人10パックずつね、開封からソートから、スリーブ入れまでスピードを競っていきます。おお、まあ、僕はもうまだ現役で店立ってますんで結構自信あります、ね、いやいや、もう私ももういけますが。僕は全然やってません。昔めちゃくちゃやりました。マジですか。じゃあこれいけちゃいますわ。いや、これチャンスよ。チャンスだね。まあ、なんでこの企画になったかっていうとね、アドバンテージさん名古屋のカードショップさんで YouTube もされているっていう、はい、はい、お二人で、僕もねハレリアっていうカードショップの社長なんで、まあ、カード屋つながりということでね、だったらこういう企画いいじゃない、やってみましょうっていう感じでね、はい、ちょっと実験的なんですけど、じゃあ早速やっていきましょうか。お願いします。やっす。はい、じゃあそれぞれにね、はい、10パック渡ったということでやっていくんですが、今日はね、ポンポコ宮本が、トマピーチャンネルのポンポコ宮本が実況でね、盛り上げてくれますんで、バチコで盛り上げますんで、はい、お願いします。彼の実況にもご注目くださいということで、やっていきましょうか。それでは皆さん、位置について、よーい、スタート。さあ、行くぞ。早そう。だから山田さんめっちゃ早い。早いぞ、めちゃめちゃ早い。やばいやばいやば。マスク向きめちゃくちゃ早い。違う。もうもうもう。果物を剥くかのようにどんどん剥いてますね。え、最も遅いのはいつございますか。完全に。違うよ、わからないわからないよ。待って、これもしかしてトモハッピーさんが一番、あ、遅い。これからカード出していく。これからカード出していくんですね、ここから。そうです。そしてパック盛りがもう終わったのが山田さん、早いし、やべー、ここから相当入るから、どん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 下げていく。早い、本当に早いぞ。いや、山田さんマジで早い。ちょっと出遅れてる、トモハッピーが出遅れてるから。これもしかして山田さん現役店員じゃない。現役店員ですよ。そしてパック盛りを、いや、伊藤さんも終わり、トモハッピーが最後。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、まだ1個終わってなかった。もうどんどん山田さん相当が行われております。トモハッピー続いてすぐに相当始まってますが、どうでしょうか。これ相当が一番違うんだよね。おお、相当で、え、これやばい。しかしやっぱ相当トモハッピーめちゃめちゃ早い。もうなんか流れるような速度で相場が始まって、やばい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 、いや、もうめっちゃやばいやばい、伝わってくる。山田さんは確かに相当ってことがぎこちなくやっている。私マジマジで分けへんから分かんない。はあ、足の振りから動かしてた。これ、山田さんも、でも山田さんも終わりそうだぞ。相当いきそうだぞ、これ。実は早い、実は。だけど、カードのカードの境界線がごちゃごちゃになって、これは相当されてるのかどうか、ちょっと。あとで事故が起きるやつ。事故が起きるやつですね、これは。これ、あの、カードショップの店員さんのあれですからね、これ。あの、こんな風にやってないと思うんで、その。え、私ちょっと競技向けと業務向けは違うからね。普段はこの、これよりは丁寧に。山田さん、すべてのカードを相当し終わった。マジで、はい、色をまとめている、色をまとめている。最後はスリーブ入れたが、ちょっとその前にやっぱりカードのね、あれがある、整える、ね、整えがある。でもね、相当早い。早い、もうハッピーさん早っ。整える間もなく、トモハッピーはスリーブで入れていってる。両手がスリーブ入れるのが早い。一枚一枚だからとっても早く入れている。いやー、まだまだ早いと思うんだけどな。遅すぎ。さっきからちょっといちごちゃんとお手紙使ってドキドキしちゃうわ。すいません、そういう要素はありません。え、やばい、山田さんと山田さんはもう全部入れ終わりそうだ。まだまだ全然です。いや、もう全然素晴らしい。そんな全部入れるぞ。
でもしかしトロハッピーの速い、かなりのスピードだ。ちょっと待って、私すごい、本当に速い。まだ仕分けてんねんけど、本当に速いんだ。それはね、シンプルに遅い。違うよ、ね、いちごさんはシンプルにと時間かかっている。終わった終わった終わった。山田さんの方が一歩リードしているんじゃないか、入れているスピード的に。敵は見ない、己との戦いだ。あ、待って、逆に山田さんはもうあと3色に、あと3色入れたら終わりぐらいのとこまでいっている。え、確かにこれ逆やってんけど、あとトークンがありますね。トンハッピー、ちょっと待って、逆やってんけど、4色目を今やってるとこですね。さあ、シンプルな速度でやって、シンプルに遅い、シンプルに遅い、中央、中央さん、シンプルに遅いぞ。ちょっとやらないよ、両サイドが速すぎるのもある。ラディカルフットスピードかというの速さ。いや、もう横田さんが速い、速い、本当に速い。このハッピーの入れ方と全く同じ入れ方なんだけど、その速度がやはり速いぞ。山田さんの速度が速くなっている。全く同じ入れ方、それはきつい。いや、全く同じ入れ方、速い、入れ方差で勝つから。これは今青が青のカードを全部入れ終わって、ラスト白のカードが遠くに残ってる。白と遠くに、白と遠くに残っている。最初のトムハッピーの方はどうでしょうか。お、でも白のカードだけなのか、遠くにも入れているような、他の色で入れてる感じですね。え、これもしかしても挽回があるのか。でもめちゃくちゃ逆やね。そしたら一応汚い机の上がもうとにかくなんかすりごちゃごちゃに置いてあって、ようやく止まって、今から白のカード、これ10パックだから結構まだあるぞ。あ、遠くに置いて、あと1、2、ラスト1個。あー、わかった。さあ、やばい、スピード逆転か。ただあれですね、あとはカードが直前になってる。直前になってる。ここちゃんとね、ちゃんと直すとこまで。さあ、これ山田さんが一番に終わった。スリーウェイがとにかく速かった。さあ、このスピードはもう今白のゾーンを終わらせています。もうどうぞ終わりそうですね。真ん中のいちごさんはこれは多分最後まで残るタイプ。はい、終わりました。はい、終わりました。両者が2位でしたね。山田さん、すごい顔で入れている、すごい顔で入れている。わぁ、動画、動画、動画、笑顔、笑顔、動画だから、動画だから、そう、笑顔ですね。はい、誰でいきましょう。 MTC テーマで、 MTC テーマで、じゃあ5枚してください。5枚してください。何してんのあんたら。はい、最初はグッ、じゃんけんぽい、じゃあ成功です。あんた何してんの。では、スタート。スタート。あ、で、これね、はい、ついよ、おい、トモハッピー、終わったぞ。いちごさん、これ、スリーブにちょっと入りきれてないんだ。入りきれてないのか。頭出てます。ちょっと待って、この人マジで細かい。あ、カードやって細かいんですよね。細かいことの積み重ねで、あの、皆さんに喜んでいただくビジネスだから。皆さん、カードゲームショップの店員さんですもんね。はい、まあでもこれ、トントンやれば大丈夫。トントン、トントン、オッケー、顔がトントンすれば大丈夫。トントンすれば大丈夫。はい、ということで終了。いやー、白熱しましたね。白熱のバトルでしたね、本当にいい勝負でした。結果発表お願いします。はい、では結果発表でまいります。はい、もう1位は山田さん。いやー、圧倒的な速さ、おめでとう。やっぱり最初からリードしてましたよね。そうですね、もうなんかマジックとパック結構バッて下げてくれるんで、うん、そこであんまりタイムロスしなくて済んだかなって感じですね。そして第2位はトムハッピー。まあ、やっぱり、ね、現役の山田さんは強かった。しょうがない。そして第3位が誰やろ、誰やろ。笑ったんちゃうか。いちごさん頑張ったのに。ちゃんと完走しましたね。みんなで完走できてよかった、トライアスロン。そう、やっぱり走ることに ね意味がありますから。何やねんそれ。はい、そんな感じでね、今日は、カードのお仕事勝負やってみました。いかがだったでしょうか。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。そして、アドバンテージさんのチャンネルもぜひぜひチェック、チャンネル登録お願いします。お願いします。頑張って完走したんでお願いします、マジで。いや、頑張って優勝したんでお願いします。確かに。まあでも2人の平均2位だから、まあ、今回の勝負は引き分けかな。はい。ってことでまたね、今後も何かで勝負してみたいと思うんで、コラボね、またお願いしますって方はグッドボタンもぜひお願いします。はい、ということで今日は僕トマピーとアドバンテージ1号と山田と実況
今日の本部が宮本でお送りしました。ご視聴ありがとうございました。